海峡の宣伝ポスター。ブラジル側の要請により、家族による移民を呼びかけている海外工業株式会社は、1918年に設立された大日本帝国の移民会社であり、植民会社。1920年代半ばから本格化した日本の国策移住を実質的に担った機関である。略称、海峡。 移民政策発展のため、乱立する民間移民会社の無益な競争を廃して、大資本の国家的移植民事業とすることを目的に、寺内,内閣は1917年に、国策会社東洋拓殖株式会社が、移民会社の株券や債券を引き受けることを可能とする東洋拓殖株式会社法改正案を成立させて、東卓の移民事業参入への道を開き、 翌1918年12月1日に、勝田和数大倉大臣の圧戦により、東洋移民会社、南米植民会社、日本植民会社、日東植民会社の4社の移民取扱業者を買収して、海外工業株式会社を設立。その後、ブラジル宅職会社、森岡移民会社も買収合併し、1920年に日本唯一の移植民会社となった。 海峡の主な事業は、契約労働者や自由移民を送り出す移民取扱業務のほか、自作農を植民させる宅職事業、海外産業への投資事業、人材を育てる育営事業であり、1918年の若さ丸によるブラジル移民約1900人中1404人の取扱いを皮切りに移民先はブラジル、ペルー、フィリピン、ニューカレドニア、 オーストラリアなど北米を除く環太平洋に広がった。開戦前の1939年時点で東京工事町に本社ブラジルに死者ペルーと神戸に出張所があった。海境へは内務省社会局から移植民保護及び奨励費10万円がカフされ印刷物の配布や活動写真班の巡回など海外渡航の宣伝啓発に使用された。 海京が植民希望者を集めるために発行していた雑誌、植民編集部には、後に移民船、ラプラタマルでブラジルに渡り、その体験をもとにした、総合で芥川賞を受賞した石川達造も働いていた。など、ありがとうございます。